いやーお隣は相変わらずバカだなぁ。何かあったの？ああ、日本の海上自衛隊の潜水艦大芸と白芸なんて相手にならないぜって言ってるんだな。負け惜しみ言っちゃって。しかも、トサンアンちゃん補給が最強だと言ってるんだ。最強のポンコツ戦の間違いでしょ。ということで今回は、警告何度言えばわかる海上自衛隊の最新鋭潜水艦、大芸白芸なんて、トサンアンちゃん補給の相手にならない、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。C 国が軍備の近代化の一環として、新型潜水艦の建造を推し進めているのは知っているだろ？最近迷惑なことばかりしてるわよね。それに対抗するために、アジアの他の国々も新型潜水艦の開発を進めているんだ。戦争になっちゃうのかしら？海上自衛隊では双竜級を改良した。大芸級の建造に着手していて、抑止力を強化する方向なんだな。それならオッケーよ。一方、警告も新型潜水艦の建造を進めているんだ。新型ポンコツ船？まあ、今回はどうかはわからないが、今までがポンコツだからな。警告の新型潜水艦については、トサンアンちゃん補給、ちゃんぼこさんバッチ1などの呼び名がいろいろあるんだ。うんうん。この動画ではちゃんぼこさんバッチ1型と呼んでいくぜ。はい。日本にとっては、お隣 C 国への対応はもちろんだが、シーレーン防衛の観点から言えば、潜水艦戦力の増強を急いだ方がいいんだ。つまり、敵は海から攻めてくるってこと？ああ、しかし、議論は出るものの、原子力潜水艦の建造計画は具体化してはいないんだぜ。原子力潜水艦が一番パワーがあるのにね。まあ、パワーがある分デメリットも多いからな。音もうるさいし。そのため、海上自衛隊は、リチウムイオン電池や非待機依存推進機関を使うことで、従来よりも長時間のミッションが可能になる新型潜水艦の建造に着手しているというわけだ。そういうことか。その集大成と言えるのが、大芸型なんだぜ。ふむふむ。一方、1990年以降、潜水艦の開発を進めてきたお隣だが、今回紹介する、ちゃんごこさんバッチ1型は、警告海軍にとって初の国産潜水艦なんだ。早く沈むことを祈ってるわ。まあ、潜水艦自体が沈むものだからな。ここに至るまで、警告はドイツの開発した潜水艦を導入して、その技術獲得に努めてきたわけだ。そういうのを世の中ではパクリというのよ。最初は完成品を輸入、そしてドイツで建造されたものを警告で組み立てるノックダウン生産だったんだぜ。うん。そして警告でのライセンス生産へと移行して、潜水艦建造技術を獲得するために生産方式を変え続けてきた。パクリの技術も上がったわけね。まあそうとも言えるな。警告は潜水艦の国産化を進めてきたわけだが、その最終目標は原子力潜水艦の開発なんだ。お隣さんが原子力潜水艦とか、夢のまた夢でしょ。そもそも、2000年代には、当時のノムヒョン大統領のもと、2020年までに原子力潜水艦を導入するという計画を推進していた。確か、取りやめになったのよね。ああ、その後、ムンジェイン大統領の就任以来、自主国防を唱え、小型空母や原子力潜水艦の導入を推進してきた。そしてポンコツが量産されたわけね。今回紹介するトサンアンチャンホは、警告の次世代潜水艦建造計画の一環として、開発されたちゃんごこさんバッチ1の1番艦なんだ。初号機ということね。トサンアンチャンホに続いて、2番艦、3番艦が進水し、ちゃんごこさんバッチ2の1番艦が寄港中だぜ。まだ、1番艦もまともに運用してないのに？ああ、警告国防部が発表した2021から2025年国防中期計画では、ちゃんごこさんバッチ3は原子力潜水艦となるとしているんだぜ。そんな短期間で原子力潜水艦なんてできるわけないでしょ。大芸とトサンアンチャンホは日本と警告それぞれの最新鋭潜水艦だ。レベルはまるで違うけどね。確かにレベルは違う潜水艦だが、どちらも基準排水量は3000トン級で、原子力潜水艦ではない通常型潜水艦と共通した点もあるんだ。スペック上はでしょ？実際はレベチよね。どうだろうな。実際に戦わせたわけじゃないから判断は難しいぜ。なんなのよそれー。まあ、日韓のネット上では、どちらが強いのかを議論しているがな。絶対日本の勝ちよ。それでは、大芸とトサンアンチャンホはどう違うのかを、ここからはそれぞれの特徴とともに紹介するぜ。はい。まず、大芸型は2017年から開発が始まったんだ。基準排水量は約3000トン、機関方式はディーゼルエレクトリック、出力は6000馬力、速力は約20ノットと言われている。おお。その他、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソーナーシステムを搭載し、探知能力も半端じゃないほど向上しているんだ。
すでに日本の潜水艦の方が強そうじゃない。さらに、533ミリ魚雷発射艦を6門備え、18式魚雷と対艦ミサイルハープーンを装備している。強そう。太平型が前級の双竜型と違っているのが、機関方式なんだ。どう違うの？双竜型はスターリングエンジンによる非対機依存推進システムを搭載していたが、防衛庁技術研究本部が平成9年から開発を進めていたリチウムイオン蓄電池が完成したんだ。念願かなって完成したのね。リチウムイオン蓄電池自体は、双竜型11番艦の OU から導入されているんだぜ。すごいわね。OU ではスターリング AIP システム自体を廃止しているが、基本設計は双竜型と同じ、つまりスターリング AIP システムに合わせていたので、リチウムイオン蓄電池を最大限活かせる設計にはなっていなかったんだな。そうだったのね。そこで、太平型はリチウムイオン蓄電池の搭載を織り込み、その特性を最大限発揮するように設計されたんだ。これで最大パワーまで戦えるわ。太平型の1番艦太平は2020年10月14日に進水し、2022年3月に海上自衛隊に引き渡される予定で、この太平は試験潜水艦という種別になっているのが面白い。どういうこと？これまで1000人の潜水艦を設けず、持ち回りで行っていた試験を、今後は1000人の試験潜水艦が担当することで、他の潜水艦の稼働を増やし、試験完了までの速度を加速させることができるんだな。さすが日本ね。発想が違うわ。これによって太平の試験結果が他の潜水艦に反映され、さらに強くなるということだぜ。一方の土佐南ちゃんほは、2016年5月17日に寄港され、2021年8月13日に収益したんだ。基準排水量は約3000トン、ディーゼルエレクトリック方式を基本としながら、燃料電池による非対機依存推進システムも搭載しているんだぜ。あからさまに興味なさそうにするんじゃない。土佐南ちゃんほはちゃんぼこ3パッチ1型に該当し、これまでに3隻が建造されているんだ。まだ3隻でしょ？ああ、だが、続くパッチ2からは鉛蓄電池ではなくリチウムイオン蓄電池が搭載されることになっているんだな。日本の真似じゃない。だが、すべて真似しているわけじゃないんだ。どういうこと？土佐南ちゃんほが太平と異なっているのは、その武装だ。武装？渓谷海軍の艦艇は重武装として知られていて、この潜水艦も例外ではない。土佐南ちゃんほは艦首に533ミリ魚雷発射艦8門を備えていて、太平よりも2門多いんだ。加えて、艦後方に6セルの VLS を搭載している。無駄にゴテゴテつけたわね。これは潜水艦発射型弾道ミサイルと呼ばれる SLBM のための発射機であり、2021年9月15日には潜水艦発射型弾道ミサイル原部44の試射が行われたんだ。それってすぐ海に落ちちゃう欠陥ミサイルでしょ？まあそうだ。だが、VLS はパッチ2からは10セルに増備される予定となっていて、馬鹿にしてもいられない。まあね、武装だけならば、土佐南ちゃんほの方が強そうに見えるくらいだが、土佐南ちゃんほがその能力を発揮することができるかどうかについては、疑問の声が上がっているんだ。だって武装しすぎで動けないでしょ。ああ、特に VLS があるために、航行能力が制限されるとの意見があるんだな。やっぱり、2021年10月18日に某雑誌に元海上自衛官の伊藤俊之氏の意見が紹介されているんだ。あの某雑誌か。そこでは、3000トン級潜水艦ですから、弾道ミサイルを発射する潜水艦としては小さい。このトン数で口径が広い垂直発射塔を装備すると、船体強度はかなり弱くなる。対潜哨戒機から必要な追尾をされた場合、海域行動は相当に制限されるでしょう。と述べている。まあ、そうなるわよね。警告はこの潜水艦に北朝鮮や C 国、そして日本への抑止力を期待しているわけだ。だがその反面、潜水艦の行動に制約が加えられてしまっているという意味不明さが面白いな。毎回お笑いを提供してくれてありがとうね。そんなお笑いの国警告では、最近になって自主国防路線を推し進めていて、装備はどんどん重武装化しているんだ。武器だけ強くしてもね。ああ、一つの装備に様々な機能を持たせようとして、行動に制限が加わったり、日々の作戦行動に支障が出ているんだぜ。相変わらず笑わせるのがうまいわ。また、公式発表ではないのであくまで想像の域を出ない話ではあるが、この土佐南ちゃんほは渓谷の独自設計というわけではないようだ。あんまりお隣のパクリ疑惑をほじくらないであげてよ。
2017年9月に7年契約で潜水艦を建造した GSME はバブコック社と、米国軍の潜水艦の武器運搬、発射装置の設計、製造、納入契約があっただろ？あったわね。これによって、武器周りの設計やその運用までもバブコック社が責任を持つことになっていると思われるんだ。経験のない設計を警告がやれるわけがないから、バブコック社がおんぶに抱っこしてくれているはずだぜ。お隣さんって軍事面でも赤ちゃんだったのね。ああ、警告としてやることは何もなく、ほぼすべての作業をバブコック社が受け持ってくれたと思われる。何もできないの間違いでしょ。まあ、警告が設計というよりも、警告で設計された潜水艦というのが正しいようだな。意味が全然違うけどね。これは、警告の溶接技術や改修工事の能力がいかに低いかを示しているとも言えるな。インドネシアとの共同潜水艦を見ればわかるわよ。計画だけじゃなく船そのものまで沈没してしまったからな。全く技術力がないのよね。だから、警告の力だけではこの重装したと3アンチャン補給の潜水艦がまともに運営、浮上できるとは思えないんだ。そんな溶接技術の甘い潜水艦からミサイルをぶっ放すと、どうなるかは皆さんご想像の通りだ。オウンゴールを決めて警告を内側から滅ぼしてくれるわけね。そういうことだ。警告では、強力な潜水艦を持っているぞと主張することだけが大事で、実際に運用することなどおそらく考えていないんだからな。最高ね。一方、日本の大芸はその目的がシンプルだ。日本近海に潜んで、情報収集を行う、もしくは接近する艦艇を阻止するというものなんだからな。シンプルイズベストね。大芸とトサンアンチャンホは大きさや特徴が似ている潜水艦として比べられることが多いわけだが、その設計思想は大きく異なっているんだぜ。まるで違ったわね。接近阻止や情報収集といった旧来型の潜水艦作戦に特化した大芸と、対潜水艦作戦から地上攻撃まで、マルチなプラットフォームとしての役割が期待されているトサンアンチャンホは、同じような大きさでも全く違うわけだ。まあ、お隣さんはせいぜい完全武装したトサンアンチャン補給で頑張ってください。日本が忍者のように近づき、華麗に沈めてやるんだぜ。その前に釜山港から出られなさそうだけど。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。